佐々木朗希、大谷を意識しすぎた結果。ローマレ、僕も何もやっていないです。田中、絶対嘘やろ。絶対嘘。体も大きくなっているし。ローマレ、体重は今年の WBC 終わってから8キロくらい増えました。でもデブってるようには見えんわ。元は細すぎやし。確かにオールスターの時顔がこっちゃりしてきたなって思ったわ。年齢的に筋肉がつきやすくやる頃や、ヒゲも濃くなってきた。みんな大谷になっていくんやな。ロッテのお菓子食い放題やからしゃあない。動けるデブってなんかいいよな。メジャーを意識。デグロムなんかは細いし体重軽いから、ピッチャーは単純な体のデカさではないやろ。佐々木朗希じゃなくてサバシア朗希になっちゃう。今年で首上げとヤクルトの市川とかプロ入っていくら食べても栄養失調並みに細いからな。未知のポテンシャルだけで、フィールディングダメ、クイックダメ、体力少なめ、骨密度が怪しいとかの才能特化が他投手をよくここまで育てたと思うよ。誰が見ても出力の方が体の強さを上回ってるしな。ご視聴ありがとうございました。